どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手にということで、漫画の回でございます。ありがとうございます。お二人を迎えて、はい、やっぱりやろうかと。やりましょう。以前音声で話しましたけども、はい、これはね、やっぱ話すべきですよ。何ですか？はい、スラムダンクでございスラムダンます。ありがとうございます。はい、大好き。大好きだね。大好きですよ。ネガティブなこと言わないでね。わあ、これ前回ね、気になったこと前回のやつ見てください。音声ね。最初そうそうネガティブなこと言うんですよ。じゃあ、ポジティブ群青でお願いします。前半をね。まあ、音声の時はもうざっくりと、スラムダンクこれがいい、このキャラがいいみたいな話をしましたね。3人でしましたけども、はい、今回はこうちょっとスポットを当てて、うん、もう1巻から、まあ、これ新装版ですけども、うん、4巻、はい、陵南戦の練習試合まで、うんうん、まあ、バッシュ買うまでですね。はいはいはい、はい、うん、いいですね。の話を、ここだけにスポット当てて、喋ろうかなと。そうですね、もう、そうじゃないともう30分以上喋っちゃうから。いや、そうなんですね。そう。切りがないと。切りないと。切らない。そう。行きましょう。はい。いやー、やっぱりもう、このね、バスケット部に入部するっていうところから、まあ、始まりますけども。はい。まあ、なんて言ったって、スラムダンクはこう、桜木花道の成長じゃないですか。そうです。これの一番最初の、まあ、最初の試合が描かれてるというところで。はい。いやー、これ、いや、俺、結構好きなんですよ。ここの、練習試合。ああ、陵南の練習試合。大好き。はいはいはい。僕も好きですよ。いやもう、感動するぐらい。はい。ね。いや、わかります。最後のとことか。はい。もう終わり。はいはい。実はあと5秒あるらしいです。で、この桜木の、もう、まあ、もともと不良だから、はい、この、なんつうの、怖いもの知らず。はい、で、もうなんか、気にしない、こう、どんどん、前に進む感じ、まあ、干潮したりとか、前やったりとか、いろいろありますね。かもう一に干潮したりとか。そうそうそう。ちょいそうそうそう。もう一がね、ちょいだってますね。だから、ちょっと笑いもあるんだよね、結構ね。そうです。この試合の中でも。そうです。そうそう。ちょっと僕らじゃ考えられない、このバスケットの試合でこんなことすんのっていうぐらいのことやっちゃうっていう、その辺もこう気持ちいいんですけど。はい、確かに。ウリョさん、どの辺が。まあそうですね。やっぱり圧倒的なカリスマ、千堂明です。千堂明のね、初登場がここですよね。本当に。そうそうそう。もう、自分それで、うん、まあ学生時代、当時、うん、あの、遅刻めっちゃ増えましたもん。いや、いいっすわ。千堂遅刻するけど。千堂。ああ、これツンツン頭の千堂。ツンツンしてきましたよ、今日。これね、見た目と遅刻ばっか真似してもダメなんですよ。あいつは実力があるからかっこいいですよ。ほんとそこ。やってんすから、多分。悪いとこばっかり似せて。本当に、こうやって。ああ、おはよう、みたいな。まあ、遅刻して出てくるじゃないですか。まあ、おはようとは言わないです。あ、そうでしたっけ。あ、寝坊です。そう、そうだよ。千堂、理由はなんだみたいな、まあ、監督が言って、寝坊っす。ええ、そうそう。もね、かっこいいですよね。笑顔で。かっこいい、みたいな。確かに確かに。正直すぎて何も言えんわ。そうそうそう。そしたら自分も試すじゃないですか、遅刻して。はいはいはい。ああ、寝坊っす。誰ですかそれ。今の声。げんこつですよ。井上陽水みたいな。誰ですか今。先生ですよ、先生。井上陽水みたいな。怒られて、同じでも結果が違う。そうそうそう。実力つけなきゃって思ったんですよ。なるほど。いい。全然憧れてたんだね。いや、そうですね。レモン結構食べてたの？ああ、レモン食べてましたね。確かに。レモン食べてた。ああ、勝ち抜いてるって。ああ、はいはい。ありますから、笑ってましたね。そうそうそう。あった？すごいな。そんなのあった？あったあった。ありましたね。もうすごいなぁ。これ、これ、ああ、本当はすげえ。弱くないっすよ、うわ、うわ、うわ。そうですか。やっぱ、剣道っていちいちこう、なんていうか、見抜く力というか。まあ、いや、最初からそうやって桜木のことも、すぐ一目を置くし、湘北のこともこうやって弱くないっすよって、もうすぐ、その辺もかっこいいですよね。ね。ちゃんと心に留めておいてっていうか。そうですね、確かに、バスケでの試合とか出てなくても存在感が出てるみたいなキャラクターではありましたね。確かに最後まで本当にいいキャラクターでした。大好きです。なるほど。ええ。矢上君は？いや、僕はやっぱこの陵南との練習試合だと、桜木のリバウンドが開花した瞬間がこの試合なんですよ。確かに。桜木といえばやっぱリバウンドじゃないですか。はいはい。これがね、やっぱもう、バシッと開花した瞬間が描かれてるんで、だから大好きなんですよね。ゴリが来るんだよね。違う。そう。だ前日に、そうなんですよ。ゴリから特訓されてて、リバウンド教えられてて、スクリーンアウト教えられてて。で、それは最初はまぐれで取れたけど、で、その後スクリーンアウトしてないから取られなかったけど、ゴリが戻ってきて、違うと。
そうじゃないだろって言って思い出してからがもうバリバリ来るわけですよ、うんうんうん、ここのやっぱ桜木のねスクリーンアウト、そしてリバウンド能力っていうのはね、うん、これが両難の練習試合で一番好きなんですね。いや確かに、いやで、うん、この桜木のすごいリバウンドがあったなって思ったんだけど、この試合じゃなかったわ次の回ですね、次の回に、多分それ次の回だったかな、次の回お楽しみにしてください皆さん。虹郎さんが思い出した桜木のすげえリバウンドの多分あれピカイチのリバウンドじゃねえかっていうリバウンドが一個あるんだよね。はい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 。ここはあのルカワにパスしてるんだよね。ああ、そうそう、これ珍しいシーン、珍しいシーン、うんうんうん、しまったって言ってるけどさ、うん、はい、だからこことルカワにパスしたシーンって最後三能戦、あ、ルカワからパスか、はい、あれは、はい、そうですそうです。あともう一個あれがあるんですよね、あの囲まれててどこの試合だったかな、してドアホー、ドアホーって言いました、そうそうそう、出せドアホーで無理やり出して、だからフロントコートに運ぶまで10秒、今は8秒ルールになったんですけど、このスラムダンクの舞台では10秒ルール、10秒以内にフロントコートまで運ばなきゃいけないんですよ、チームを。だから10秒ギリギリでもう桜木が囲まれてわーってなってる時にドアホー、ドアホー、出せドアホーでギリギリ10秒で、審判が10って言いかけて、みたいな。あ、そうだそうだ。そうそうそう。あの時にパスしてますね。あ、はい。でもそれが珍しいですよ。桜木からルカへのパスは。うん、そう。だからまあ、ここもね、味方なのにパスをしないっていう、この桜木のさ、うんうん、はい、本来だとこうマイナスみたいな感じなんだけど、はいはい、そこが、うまいように。そう、プラスに変わるんですよ。そう、小暮とかにパスして。そうです、そうです。で、タオコモイチが、奴は切れる。奴は切れる。頭が切れると勘違いするんです。そうそう。相当切れる。そうそうそう。ただただね、パスしたくないだけ。嫌いだからっていう。すげえ落ちない理由なんだ。すごい、そうです、そうです。素晴らしいよね。だから、ここ盛りだくさん。もう笑いがありの桜木の成長感、ぐぐぐぐっていう。そうです。これが1巻から4巻ですよね。うん、いや、特にこう最初の方って結構ギャグの要素強めだなと思うんですよ。ね、うん、なんかその、確かにそこがね、こう賛否分かれるところではあると思うんですよね、うん、やっぱりこうスラムダンクってやっぱり結局感動漫画で、うん、最後の方ってこれ一巻と全然絵柄も違うじゃないですか、全然違う、ね、本当に違う、全然違う、で最後の方がすごいやっぱ人気がグッと上がってきて、うん、これ一巻って結構その、うん、よくあるジャンプ漫画みたいな雰囲気があるのが、うん、こう我々ファンからしたらまあ逆にいいんですけどね、こう新鮮、うん、井上先生の描くギャグ漫画、うんうん、そう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 、普通に上手じゃん、めっちゃうまい、最初からめちゃめちゃ上手だなって、そうそう、絵はめちゃめちゃうまいんですよ、うん、ゴリの顔が全然違うっていうだけで、ゴリがねゴリの相性上が全然違う顔っていうだけで、うん、絵はうまいんですよ、やっぱり、うんうん、見る角度によっては最初なんか不良のあれなのかなっていう感じがあるね、そうそう、不良感がまだね強いからね、不良感があってみたいな、うん、ちょっと怖い漫画なのかなと思いきや、やっぱ両南戦でしっかり、ああ、バスケを、しっかりやるんだっていう感じに自分は感じましたね、その当時。うん、バスケなんだ、みたいな。ちゃんとね、そうそうそう、バスケもしっかり濃厚に、はい、その、うん、緻密に描かれている。でも、両南戦の練習試合が終わって、うん、じゃあこれからバスケの感じに全部なっていくかさ、うん、そうじゃない、ないんですね。いや、そうだ。それはまた続き。続き。次。うん、やりますけども、はい、鉄王の回の話です。いやもうスラムダンク、あの矢上くんはすごい詳しいから、はい、もう本当ドキドキしてます ね、うん、これちょっと一個だけ問題出していいですか。あら、いきなり、あ、いきなりやってやりましょう。もう、ええ、うん、一番最初のコマです。ほう、ごめんなさい桜井くん、私バスケット部の何々くんが好きなの。はい、小田くんです。正解。やったあの映画になった人。そうです。映画で、ね、そう、小田くんが映画になるんですよ。まあ映画というか、正式に言うとテレビスペシャル、うん、47分間のあれなんですけど、うん、小田くんと、この一番最初に出てきた子、陽子の物語が一つ の、 ものあの作品になってるんです。そうなんだ。はい、あ、それを知らなかった。あらららららら。ツンツン頭の先導が言いました。意外にそいつ。行こうか。ああ、似てる。ちょっと似てる。ちょっと似てる。声ちょっと似てる。何それ。ああ、なんか、メイク空中でね。空中でね。そうですね。二人、赤木とルカを。空中でいろいろ浮いたぞ動いたぞ。空中でいろいろ動いたぞはルカですけど。そうそうそう。そうそうそう。ルカ風。いいですよ、ルカ。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、最後、彦一で締めてください。なるほど。お願いします。よちこやーせいとうさんやっぱり桜木さんにゃー